ドーンと本チェックしてみよう。こんにちは。こんにちは。ママさんなんだ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。こんにちは。あれちょっと恥ずかしかった。さっきまで元気だったのに。お名前とどちらからいらっしゃったか、はい、森桃と申します。森さん、はい。神奈川県から参りました。あ、そうですか。はい。三輪バギー。はい。あれお子さん乗せて走ってた。はい、5ヶ月ぐらいの時から始めたんですけれども、すごいですね。もう最近はちょっとやっぱり飽きて乗ってくれなくなっちゃって、ね、はい、なかなか難しくなってきましたね。やはりバギーでのランニングで割と距離が走れるようになりまして、バギーの方が走れる、はい、なんか走れるようになっちゃいました。こうですよね、はい、なんか集中して走れるようになっちゃいまして。ちなみにバギーで一番長く走った時何キロぐらい走ったんですか。やっぱり22キロぐらいでした。22キロ、はい、一緒に走ったんだ。22キロ寝てました。ずっと寝てました。じゃあもうフルマラソンなんかも何度も走ってらっしゃる。いや、フルマラソン自体は2回しかないんですけど。あ、そうなんですね、はい、じゃあレース自体はじゃあハーフとかが多いんですか。そうですね、ハーフとかと10キロのレースに何回か出ていました。なるほど、はい、じゃあもう、レースで記録を目指すというよりももっぱら日常こう走ることの楽しみっていうんですかね、はい、そうですね、あとやっぱりもうちょっと体を軽く、はい、なんかスーッと走れればいいか。わかりました。まあそのあたりはランニングフォームかなり重要になってくると思いますので、はい、この後チェックしますが、はい、なんかあっちの方行ってしまいましたけど。いいです、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。では早速森さんのフォームをチェックしましょう。まずはサイドから。地面との接地点が極端に前寄りなフォアフット着地ですね。フォアフット走法自体は悪くはありませんが、前傾の意識が弱く、着地衝撃を体幹の筋肉で受けきれていないため、少しギクシャクした走りになっています。次に正面と背後から見るとどうでしょう。腕振りに左右差がありますね。また骨盤周りが硬いため、うまく足を前に振り出せていません。それでは森さんのフォームをワークアウトで修正していきましょう。お疲れ様でした。もうザ中距離って感じですね。陸上競技やってた。はい、中学と高校時代ですよね。はい、もう完全に安定した上半身とか腕振りとか足の動きはもう完全に、もう陸上競技、しかも中距離やってるなってもうすぐ分かりましたけど。でただ完全にフォアフットなんですね。つま先しか、ほとんどかかともつかないぐらいな感じで、でスパイクってああいう風に走らないとダメなんで、その癖が残ってる。で悪くはないんですけど、アキレス腱とか痛めるちょっと危険性はあるのかなと。それと、普段からそうですけど、ちょっと足先がこう開いてますよね。で骨盤の動きがあんまり良くなくて、足先が開いて膝から下が外にこうやって回ってるんです。そうそうそう、特に右ですね、うん、これからもしこうもう少しレース出てみたりとか、こう長い距離やりたいとか、あとはもうもっとこう楽に走りたいというふうに思うんであれば、少し改善した方がいいかなって感じ思いますね。まずね、その場で足をね、まっすぐ上げてみてください。ぐっと骨盤からぐっと上げてみてください。ちょっと腰硬いかな、やっぱり。ここマットありますので、うつ伏せになってください。はい、こっち、はい、こっちが硬いんだ。右と左が違う、違いますね、骨盤の硬さが。これ例えば自分でストレッチやるときには、こういう、本当はね、この足が地面につくぐらい、ここが柔らかい方がいいんですね。息入ってください、息入ってください。そうそうそう、柔らかい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 、これもつくでしょ。はい、じゃあ応用して、はい、立ってください。もう一回さっきと同じ動作してみてください。ちょっと右のはね、軽い、なんていうの、スムーズな感じがありますね。そう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 、両方できますよね。グイっていうのではなくて、もうなんか自然に上がってくる感じ。それとまっすぐ足を少し開いて、でこの時にもうちょっと外側に開いちゃったんですね、足が。親指の付け根の母子球を意識してください。母子球をで、ぐっと母子球で、そう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 、これが安定しないと思います。
はい、これどこを意識するかというと、あのここ、ここでグッと上げます。そう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 。そうそう、あとはポジションがこうならないようにこうですね。で、あとはまあ腕振りと、はい、もういいですよ。一回力抜いて、力抜いて。でそのまんま今の意識で軽くジャンプしてください。ジャンプ、ジャンプ。この時にもう完全にもう足で飛んでますから、ここで飛ぶんです。ここでドンドンドンって、はい。足で受けるっていうのはこうやってるんですね。そうじゃなくて、もう足はもう伸ばしたままここで。違う、着地衝撃受けてる場所が違う。そうそう、かかとまでつけてドン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 、この感じ。分かった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 、はい、よし、じゃあもう一つだけやりましょう。もう一つだけこっち向いてください。いいですか。また斜めに変わる、体斜め、うん、そうそう、相手倒してください。体まっすぐなまま倒して倒して倒して、頭まっすぐしてください。はい、その場で足踏みしてグッ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 、はい、前に進もうとしてください。グイッと押して、僕の手を押して、肩で押して、そう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 。オッケー、オッケー、オッケー。うん、相当良くなりましたね。さあ、ワークアウト後の走りをチェックしましょう。まずはサイドから。大会への意識が高まり、上半身が自然に前傾するようになったことで、重心移動がかなりスムーズに改善しましたね。次に後ろからフォームをチェックしましょう。腕振りの左右差が解消し、動きもとても滑らかになりました。それに伴い、骨盤もうまく動かせるようになりました。サイドからのフォームを2画面で比べるとどうでしょうか。上半身の前傾を意識できるようになったことで、着地衝撃をしっかりと推進力に活かせていますね。極端だったフォアフットでの着地も自然になりました。最後に背後からのフォームを2画面で比較しましょう。修正前に比べ、骨盤の動きが安定したのがよくわかりますね。長距離向きの走りを身につけたかったという森さん、今回のフォームをしっかり意識しながら、これからもバギーランを楽しんでくださいね。